曲をお届けします。今日はテーマはね、最近面白かったこととか誕生日の楽しい過ごし方でお待ちしております。797@fmギノワン.comまでメールしてください。ではトミーフェブラリー6でブルーミン。普段から我慢せずに何でも買うんだったら、誕生日にあれ買ってとかもないしね。そう、あれ欲しいんだよなみたいなこともね、会話の中でもまあ、別になく、でも先週はご褒美だったじゃないですか。またなんか似てるテーマになってますけど、そうか、ご褒美だったか。だからなんかしたら、普段から食べたいのすぐ食べるって言ってたじゃないですか、うん、おー、それもいいな。おー、この前ステーキ言いました言いましたお風呂はまだ行ってないんですけど、来週でないな。あー、いいな。さあ、あんまり我慢しすぎたらなんか欲しいもん忘れるんですよね。私我慢しすぎたら忘れる方すぐ食べよう。すぐね、すぐね。天気とか言います。あ、そうですね。天気です。フリーズをお送りしております、はい、あの鳥のさえずりとかね、風の音が綺麗な、うん、綺麗なっていうか爽やかなトロピカルビーチからお送りしております、はい、本当にね、緑も綺麗だし、うん、海だけでなくてね、癒されます。いいですよね、はい、またどん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 夕日も沈んできて、沈んできましたね。夕影時間はこれにて終了ですね。そうですね、はい、はい、今日は、まあ、泳いでる方は上がってくださいね。はい、お願いします。はい、それではここで今日のお天気と道路交通情報をお伝えします。はい、今夜は晴れ時々曇りです、うん、東の風やや強く晴れ、夜遅く曇り、ところにより雨、波は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。今日の降水確率は 30% です。はい、明日は
曇りのお天気予報となっております、うん、明日の朝の最低気温は27度、日中は31度の予想です、うん、そして沖縄本島地方沿岸の海域では明日にかけてうねりを伴い波の高い状態が続く見込みです。海上や海岸付近ではうねりを伴った高波に注意してください。やっぱ風が強いんですかね。どうなのうねりは。うねりはね、見た目ではわからないらしいんですよ。遠くから来てもなんか一番この岸のところで急に高くなる波らしいので気をつけてください。はいはい、それでは以上お天気でした。続いて道路交通情報です、はい、うん、まずは沖縄自動車道、現在全線でスムーズに流れています、はい、工事による規制がありますの です、ね、前方に注意して走行してください、はい、続いて一般道です。はい、どうぞ。宜野湾は大蛇名交差点から前原交差点向き渋滞しています。330号線はガネコとどの辺ですかね赤道あたりですけど、ガネコと普天間の間、そうですね、ガネコの近いところで両方向で渋滞しています、はい、そしてずっと行きまして、図形欄からライカム向き渋滞しています、はい、国道58号線は茶谷交差点付近、伊佐から茶谷向き渋滞しています。あとは漬け欄から茶谷向きの道渋滞しています、うん、はい、58号浦添牧港からぐすくま向き渋滞しております。以上です。はい、はいはい、ありがとうございます。この時間ちょっとな長い渋滞になっているところがあるので、そうですね、焦らないように安全運転でお願いします。はい、以上お天気と道路交通情報をお伝えしました。ありがとうございます。うちのカレンダーまだ8月です。え、それは早いとかいう問題じゃないなんか今年旧暦が遅いじゃないですか。また旧暦では8月じゃないですか。ああ、そうなんかどうもね、続いていけないんですよ。妻さんってお笑いは好きですか。はい、今度お笑いのテーマにしましょう。あ、いいですよ。最近どんなのが好きですかとか。ああ、あんまり知らないです。あ、そうなんですか。じゃあ今日それでもよかったですね。この間キングオブコント終わったばっかりなんで。ああ、あのニャンコスター、ニャンコスターしか見てないですね。あとも知らないけど、面白かったです。面白かった。来週じゃあお笑いしますか。週に1回1時間ぐらいしかテレビ見ない、全然わからないです。睡眠時間削って見てましたテレビは。サザンブリーズをお送りしております。はい、フィルムギノワンの放送でございます、はい。トロピカルビーチからお送りしております。本当に日が傾いてきましたね。影が長く伸びております。うん、さあさあ。海から上がってきた人が今あれですね。カエル用意してる感じですかね。ね、そうそうね、はい、はい。風邪ひかないようにね。ちょっと涼しいかもしれない。はい。はい、それでは、この辺でお知らせを、ね、さっき、はい、これじゃあお知らせを。それではトロピカルビーチでトロパというイベントがあります。10月14日、15日土日です。
トローパー2017夏の終わりのビーチパーティー、うん、美味しい楽しい2日間ということで、トロピカルビーチでお昼から夜にかけて、ね、この2日間いろんなアーティストが音楽ライブやったり、うん、美味しいものが出たりします。おー、はい、いいですね。ぜひ、ちょっとこの夏ビーチパーティーまだだったよな、そういえばっていう人はね、いいですね、この機会に遊びに来てください。この時期にまたビーチパーティーがやれるっていうところがね、やっぱり沖縄ですよね。そうですね、はい、全然できますよ、ね、全然できますよ、まあ、むしろちょっと過ごしやすいから、はい、本当に、はい、ぜひ来てください。はい、あのこれもね、あ、はい、もう一つ、そして、家族対抗裸足運動会 in 宜野湾でございます、はいはい、こちらも、はいはい、トロピカルビーチでのイベントになります、はい、こちらは2017年10月21日土曜日にですね、家族対抗の裸足運動会が行われます。そう、毎週何かしらあるんですよね。そうですね、はい、連続でありますと。これは裸足運動会とは何かと言いますと、はい、地元のビーチで裸足になって汗をかき家族愛を深めるために行う家族のためのプログラムですとなっております、はい、まあ、ビーチでね、いろんなことを見る、こう家族で遊ぶと、なんか中には家族対抗ビーチフラッグス大会とか、うん、それとはパパとママのおんぶ徒競走、ボールレスキューゲームとかね、いろんなこの遊ぶプログラムがあるということで、そして上位入賞で豪華商品もゲットできるものもあるということでございます。なんか普通のグラウンドでやるよりも、うん、砂浜でやる方がもう全身使いそうですね。いいですね、うん、ね、やっぱりこの砂浜に来たらこの裸足でね、はいはい、やると、やっぱ裸足になるっていうことはね、気持ちいいですよね。いいですよね、うんうんうん、それでね、皆さんこう楽しんでいただければなと。裸足ってね、気持ちいい、なんかこうシャキッと歩こうと思ってもちょっとヨロヨロしたりするじゃないですか砂にやられたら、ね、あとちょっとこのひんやりした感触ね、うん、足でも感じてもらって、いいですよね、はいはい、はい、でこちらの参加申し込みは、家族対抗裸足運動会の公式ウェブサイトから、ホームページとかですね、はい、検索していただいてお申し込みいただくか、はい、この裸足運動会のチラシがあるそうなので、こちらの裏面にファックス用申し込み書がありますので、こちらをご利用くださいということでございます、まあ、お問い合わせは、家族対抗裸足運動会事務局まで、番号が 044-577-1873。 また珍しい電話番号ですね。確かに今言ってて044なんだと思って、はい、全国のもんなんでしょうね、多分。そうですかね、イン・ギノワンってなってるから、はいはいはい、はい、ああ全国あるんだ。そうかもしれません。海と日本プロジェクトの一環らしいですね、うん、はい、ありがとうございまして、まあ、詳しいことはね、この、まあ、チラシを見ていただくか、ホームページですね、ご覧いただけば、分かるかなと思っております。まあ、受付開始が12時半から、そして13時から15時で、プログラムを実施するということでございますので、興味ある皆様お申し込みをお願いいたします。はい、はい、運動会の時期です ね、 ね、そういえば、ね、本当ですね、確かに。あ、じゃあこの辺で1曲をお届けします。はい、キンブラでシェトルダウン。大丈夫ですか？こんにちは。あ、そうですか。まだ11月だからいいか。大丈夫。
と忘年会があるんですけど、ぜひ FM ギノアの忘年会。ああ、FM ギノアの忘年会があるんですか。へ、はいはい、いいっすね。はい、リスナーさんもパーソナリティもみんな、あ、すごい、はい、いいですね。12月の最初の方だったと思う。おー、すごい。もうなんか押さえとかないと。そうですよね、いっぱいみたいな。そうですよね、確かに。ライブで太陽光だけでこの全部電気動かしてライブでやったこと。へえー、すごい。ああ、そういうのもいいですね。自転車もすごいですよね。なんか借りてきてやってましたよ。何人かでですか。もう広大広大で、もう10分、20分超えたらもうやばいって。10分、20分超えてどれぐらい電気できる。どんなもんつだかな。でもわーって、でも結構すぐまず上の照明がこう消えてとか、あ、優先なんか順位やったとか。あ、いや一応でも機材はもうさすがに生かしっぱで。あ、そうなんだ。あ、中のこの電気とか。あ、そっかそっか。さすがに機材はちょっと。あ、そっか。まあ傷むんだりするから、さすがに機材は無理やなっていうことだね。FM ギノアも一回建物が停電になった時に発電機で放送したんですけど、結構発電機が20分ぐらい発電機でやったんですけど、うん、ガソリンめっちゃ減りました。そうですよね、うん。あと10分ぐらいあるんですけど、どうしましょうか。はい、まあ多分なんとかなんとなく。サザンブリーズをお送りしております。はい、今なんかね、人が増えてる気がします。ね、夕方になって、ね、ちょっとお子さんとかもたくさん来られてて、この時間からいいですね。仕事終わってからとかですかね。いや、この時間からはね、やっぱりまたこの散歩すると、うん、絶対気持ちいいですよね。ね、今このビーチの先の方に今人が結構集まって、多分あれ夕日を写真撮影してるんですかね。あ、本当だ本当だ。いっぱいいますね。ね、はいはいはい、たくさん多分カメラを掲げてるような仕草が見られますけども。はいはいはい、あ、サンセットを撮ってるんですね。ね、いいスポットになってて。本当だ。この時期泳ぐわけではないけどって言ったらね、この時間帯いいかもしれない。うん。うん、いや、この歩くウォーキング、この環境でウォーキングするだけでもやっぱ気持ちいいしね。そうですよね。だいぶちょっと幸せ、あ、なんかリラックスする感じにもなるんじゃないですか。うんうんうん、歩く場所いっぱいあっていいですよね、沖縄はね。いや、確かに、うん、ビーチがやっぱり多いから、うん、歩いてて本当に気持ちいいですよね。ここからチャタンの方に歩いたりとか。ね、それもできますしね。うん、チャタンの方も本当人いっぱいですからね、あそこ夕方ぐらいになったら。ですね、はい、ちょっと気分変えるには海いいですよ。また今からでもぜひ遊びに来てくださいね。お願いします。はい、そういえばパッと今思い出したら、はい、その自分の誕生日プレゼントをそういえば俺先週買ったなと思って。自分でですか。はい、あ、自分に向けての。はいはい、あれは確かに誕生日プレゼントになりうるなと思ったのが購入して、はい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 、話題のね、任天堂クラシックミニスーファミミニってご存知ですか。うん、知らない知らないですか。分からんけど。スーパーファミコンはご存知ですか、うん、ゲームの、うん、それがね昔あったじゃないですか、スーパーファミコンって、はいはい、それが
手のひらサイズちっちゃくなって、はい、中に、ゲームのタイトルがなんか20タイトルぐらい入って、はいはい、で販売するっていうっていうのがね最近出たんですよ。スーファミってカセットか何かを、そうそうそう、本当はね入れて1個のゲームごとに入れ替えるんですよね。そう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 、です、そうです。なんだけども、そのそれはあの中にもすでに入ってると、はいはい、昔のやつがね、いっぱい入ってて、はいはいはい、でそれがスーパーファミコンなんですけど、その何年、1年ぐらい前かなにあのファミコンバージョンが出てたんですよ、はいはい、その時にそれがものすごく人気で、ね、売り切れ続出で、これは普通のサイズってことですか？これもミニです、ミニで、ほんと手のひらに飲むぐらいの本当にちっちゃいんですよ、はい、でそれがすごい、あの昔のおそらくゲーム好きの方々が、はいはい、みんなこぞって買ってっていうすごいプレミアついたりとか。こうやって使い方はテレビにつなぐ？つなぐだけです。でゲームの操作は一緒なんです。へえ。このなんかコントローラーみたいなのは？コントローラーもね、そのファミコンのやつはちっちゃいんですよ。はい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 、これでもそんなにやりにくくないみたいな。それがファミコンがあって、はい、でそれがすごいもう売り切れ続出でプレミアついて、次はじゃあ待望のスーパーファミコンバージョンが出るぞというので、予約が始まる前からもう話題がね騒然だったんですよ、はい、実は私の耳には一つも入って、本当ですか？ネットニュースとかそのニュースでめちゃくちゃなってましたよ、はい、なってて、はい、でそれを実はその予約開始の日に予約行ったんですよ、はい、お昼ぐらいですかね、はいはい、そのゲームとか売ってるところの行ったら、もう予約いっぱいですって言われて、取れませんって言われて、はい、そうなんだ、すごい人気だなと思ったら、その発売の1週間ぐらい前に、あの限定で僕の地域のところのお店は18台だけ入れますと、ね、18台だけ一般普通予約しなくても買えますと言われて、だからそれやっぱ欲しかったんですよ、ね、どうしても欲しいと思ったから、9時オープンで先着順ですと、はい、先着順で18台って言われたから、9時オープンだからって言っても頑張って気合入れていこうと思って、何時に行ったんですか？6時に行きましたはい、はい、6時に駐車場ガーンって行ったんですよ、はい、そしたらね誰もいないんですよ店員も何も来てない、うんうんうん、でもまあ車だから、はい、よしじゃあもう一番こう入り口が見えるところで陣取って、はいはい、こうやってこう半分寝ながらこうアラームをちょっと15分ごとぐらいかけながら起きて、はいはい、もう一回こう7時に起きて、はい、誰もいないってまた出て7時半誰もいない7時45分1台車来たんです。起きたと思ったら DVD 返す車で、あ違うわと思ってでまた起きて8時ぐらいだったら1台車パンと止まって、それでまだやっぱ降りてこない、僕と同じように。で8時半ぐらいですかね、パッと起きたらお一方があの入り口の前に立ってられて、はいはい、あ1時間前ですね、30分前です、30分、はい、8時半で、はい、30分前にあいらっしゃる、でも18台ですから、はい、先着18台、はい、まだ余裕だと、はい、俺はこの車の中でリラックスして待つぞというふうに待って、別に1番でなくてもいい、18番でいいなと、はい、でこうやって待ってて、で結局9時になって、はい、オープンになって、車降りて買いに行ったら、結局ね僕4番目でした。おくでそのよ9時にオープンして購入しに来た人が4人だったんですだから9時でよかったんです僕、うん、6時じゃなくて、うんうん、店員さんもねちょっとあの困ってました、あ4人しかいないのと、なんだったらちょっとあの人増やして、はい、整理するぐらいの列整理するぐらいの気持ちだったみたいです、4人しかいない、そのぐらいの人気ってことそうなったんですけどね、でもなんか結構でも地方でもいろんなところではあの売り切れ続出で、名護なんですけどね僕は住んでるところ、はい、だからそこまで人はだからいなかったんですよね穴場的な感じで、じゃあもう買えなかった人名護に行った方が、そうですそうです、本当ですよ、なんか結構ネットオークションとかでもちょっと高値で売られてとかしたんで、うん、名護で今あるかどうかわかんないですけど、沖縄で並ぶってあんまりないでしょね、ないですね、なんか大阪とかの感覚だったらもうめっちゃ気合い入れるでしょ、本当に気合い入れてきますよ、夜前の日からこうなんか寝ながら待とうかぐらいのね、本当に本当にそれはね普通僕の感覚ではそうだったんですけど、ね、はいはい、あやっぱり沖縄の人並ばないんだと思いました ね、わざわざそんな時間まで行って、あります私もそんな経験、うん、まあ、でもな、はい、ござ持って行ったのに、はい、結局始まる時間で良かったんやって、ね、そうそうそう時ありました、ね、始まる時間で余裕ってどういうことって思うありました、ありました、あでも今はもうそういうのね、はい、そのミニスーパーファミコンを堪能してますよ、はいはい、小学生の時に戻って、
あ、小学生の時にやってたゲームとかもちょっとなんか入ってたりとか、あの時には買えなかったソフトがたくさん入ったりとか。へ、当時のソフトが高かったんでね。それに比べたら安いんですか？むちゃくちゃ安いです。あ、そのミニスーパーファミコンは多分8000円ぐらいかな、なんですけど、当時の価格でいうとソフト1個で多分1万円超えてた。あ、そうなんです。それが20タイトルぐらい入ってるんで。あ、はい、当時のことですけどね。そうですか、はい、全然興味ないですよね。8000円も出さない。ええー、女のに出さない。8000円も出さないって言われる。いや、でも昔に比べたらね、めちゃくちゃ安いということなんですね。そうか、共感してくれないか。まあ、ですよね。でも聞いてる人多分いっぱい共感してる人いると思います。まさかゲットしてるんですかとね、うん、あ、まあ、もうそれはもう楽しみますよ。そうか、自分の誕生日プレゼントじゃもう買っちゃったんですね。なんとかね、うん、まあ、今振り返ったらあれは誕生日プレゼントだなと、はいはい、思いました。先週購入したので、はい、でもなんかこのね、ずっと我慢してて誕生日にはあれを買おうとかって考える人もいるじゃないですか、うん、ありますね。でも普段から我慢せずにホイホイ買う人もいるじゃないですか。います、います、ね、どっちがいいんですかね。どうなんですかね。まあ誕生日だから特別なものっていうのもありますけどね、うん、ちょっと一大決心で買ってみるみたいなとかね、うん、あったりしますけども、うーん、どっちかな。僕はでも誕生日こじつけて帰ったりしますけどね、はい、ね、うん、私もです。誕生日だからってなんかちょっと高めるものを食べに行ったりとか、ね、自分に許しをこいて、はい、こいて、はい、ツイキャス来てますね。あ、宮城さん、あ、先ほどちょっと話題になった忘年会決まったのですか、早いですねと。あ、そう、あ、決まったと思うんですけど、ちょっと日をはっきり覚えていなくて、はい、F 向きの案の忘年会がまたねあるので、リスナーさんもぜひ来てほしいので、すごい、もうすぐ発表すると思います。そんなのがあるんですね、はいはい、僕は多分初参加で、パーソナリティもリスナーも一緒に楽しむ場所っていうのがありますので、すごい、はい、また12月の頭なので、お、またはっきりしてからぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます、はい、ぜひ宮城さんも来てくださいね、うん、お願いします。はい、それでは今週はこの辺、今週で今日はこの辺、はい、今日はこの辺で。いやー、海が綺麗でうっとりしますね。はい、はい、いい雰囲気だ。ぜひね、この後もトロピカルビーチ来てくださいね。サザンブリーズお送りしました、ゆきと東でした。またね。入ってんのかな。入ってないかもしれない。おはようございます。運動会とかもするの。そうですね。確かに運動会とお笑いと、あとは、ね、保存で。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。